こんにちは、鉄です。今日は JR 内房線五井駅から出発します。今日は有尾市原まで歩いていきます。いや、朝からすごい曇ってたけどちょっと晴れてきてる感じで、最近すごい暑かったけど気温は今日はそんなに高くない感じで歩きやすそう。というわけで、今日この道まっすぐ行けば、いや一回曲がるだけで着いちゃうと思うんだけど、行きはちょっと寄り道させてください。気になるところが地図で見つかったので。で、五井駅東口を降りてきましたけども、確かねこっちを曲がります。ごめん、早速もうめっちゃ車道の方歩いちゃってる。田舎者の癖ってやつかな。交通量はそんなになさそう。さて、こっちだと思うんだけど、漢方薬、漢方薬あ、これだなここちょっと曲がります。なんかねこのね公園、名前がすごい気になったんです。5位から来たでしょ。1,2,3,4,5 の5、5位で、この公園の名前が、あ、あったあった、はい、これ第六天公園、第六天ですよ。第六天魔王かなって。人間50年下天の内をクラブレブラーって第六天魔王といったら信長ですよ絶対この公園でさ、第六天魔王ごっこやろうぜってなるよね。ならないか戦国バサラの信長の魔王感がすごいんだよね。まあ、バサラやったことないんだけど、戦国無双の方はやったことがあって、そこでもその敦盛っていう、敦盛の歌、人間50年下天の内を比べればって歌ってるんだよね。でそのなんだっけ、ゲームだと結構残酷な印象を受けるけど、ひとたびこの世に生を受け滅せぬもののあるべきかって、その滅するっていうのが殺すっていう意味かと思ってたけど、どうやら違うようで。この道をこっちだ。ひとたびこの世に生を受け、一回生まれてきた生き物っていうのは、まあいつかは死んでしまうよねっていうことなんだよね。
不老不死とか不死身っていうのはないっていう意味なんだよね。それが好きだったって考えると、そんなに残酷な人ではなかったのかなって思ってます。そりゃそうだよね。子供の頃の戦国大名のイメージってなんかすごい、なんか戦で人を殺めてのし上がるとか、そういうイメージがすごい強かったんですけど、大人になってよくよく考えてみると、なんかちゃんと偉い人だったんじゃないかなって思うんですよね。さて、この信号を渡りたかったけどちょっと難しいな。押しボタン式なのか、押しボタンを押して渡るのか。お、だろう。まあ、あの公園さらっと過ぎていっちゃいましたけど、もう一個、あれ、もう一個公園あるんじゃなかったかな。気になってるんだよな。もう一個面白い名前の公園があるみたいなんですけど、どうだ。料理かな。あ、ごめんなさい、またちょっと寄り道をちょっと曲がっちゃいます。まあ、信長の話はさておき、いいね。ちょっと路地に入るとね、あんまり車通んないからボールで遊んじゃうよね。で、この公園も、本当公園だな。ちょっと生意気になってます。1,2,3,4,5 の5って言って、さっき第6点の6だったんですけど、名前確認したいならあの石のやつかな。こっち側にもあるかな。いいね、なんか広い芝生。子供の頃だったらこういうとこでサッカーとか、あとフットベースとかやってましたね。芝生の公園っていいな。なかったな、うちの近所。誰もいない。午前中っていうか、ちょっと前まで青空見えなかったもんね。雨降るんじゃないかってぐらい曇ってたんだけど。はい、この公園の名前、さっきと似たような石碑っていうか石の感じだね。ニタンダ公園。ニタンダよ。1タンダ、2タンダ、3タンダ、4タンダ、5タンダってあんのかなってぐらいね。はい、そんなところでしたけども、はい、こうなると 1,2,3,4 って探していきたい感じだけども、はい、名前の紹介だけです。で、今回の目的地は有尾市原、こっちですね。
さっきの道に戻ります。こっちでいいかな。電車乗ってる時に五反田ってどこだっけなって調べてみたんだけど、品川の方なんだね。一回も行ったことないです。トンボが飛んでる。塩辛トンボかな。塩辛トンボも子供の頃よく撮ってました。あと銀ヤンマ、銀ヤンマは撮るの大変だった。お、ケーズ電気が見える。その先に有尾市原があるはず。距離でいうとだいたい 1.6 キロで、今日みたいな天気なら難なく歩いていける。筋肉、そうですよね。